次に示す二者択一は自身の未来像を描けずにいる若者には刺激的だろう不安定な自由をとるか不自由な安定をとるかカヌーイストで作家の野田智介さんが著書「日本の川を旅する」の中に書いた一節である「ぐらぐらするが水上を自在に動けるカヌーと 揺れない代わりに自由が効かない大きな船その違いに人生観を重ねた国内外の川をカヌーで下り河原でキャンプし岸辺で出会う人々と交流する川旅の先駆者は84年の生涯を通じて不安定な自由を体現してみせた野田さんは 40年ほど前に最上川も下った中流部から河口付近まで3日かけて残念ながらその時の印象はあまり良くなかった川底は見えず下水の匂いもしたという水を見るとやりきれないから周りの山を眺めながらひたすら下った後年本師に語っている 川で遊んだことがない人は川が汚れても気にしないとも下水道が普及し水質が改善された後に再び下ったことで評価は少し変わったようで4年前に大石田町で講演した際は空が広い川でとても気持ちいいと述べていた川と親しむ機械づくりの宿題はなお残る。